今日は一日長い一日でしたけど、まあ、しっかりと契約を結ぶことができたので明日からもうサッカーに集中できるかなと、思ってます。そうですね、常にいい準備をしてきていいトレーニングをしてきたので、早くピッチに立ちたいですし、自分の力を、このチームに全て還元できるように、全力を尽くしたいなと思います。まあ、本当にギリシャでも、ビッグクラブですし、また何よりクラブまたは監督含めて、常にいいミーティングが重ねてこれたので、まあ、そういうのも非常に大きな要因になったと思います。まあ、細かいことは言えないですけど、まあ、監督とも話をさせてもらって、まあ、非常にやりたいサッカーであったり、そういうものが自分自身も、イメージができたし、まあ、こういうサッカーをやりたいなっていうのを非常に感じることができたので、もう早くピッチに立って、練習から、まあ、監督の、ね、目指すサッカーを、チームメイトと共に体現していけるように、そうすれば必ず、上に行けるんじゃないかなと思っています。いや本当に非常に、誇り高い気持ちというか、まあ、この伝統のあるクラブで、ユニオンも来て戦えることを非常に誇りに思ってますし、そしてその覚悟っていうものを、僕自身は非常に強く感じているので、まあ、何よりそれはピッチの上で皆さんにファンにね見せていきたいなと思ってます。いや本当にパオクの一員になれたことを非常に嬉しく思ってるし、本当にここで戦うために自分のすべてを出してチームとともに成功を収めていきたいと思うんで、ファンはね非常に熱いファンがいると聞いてますので、一緒になって戦ってもらえたら嬉しく思います。